次はボレーシュートの練習です。さっきも言った通り、浮いたボールを蹴るのはとても難しいですが、ボールをよく見て強いシュートが打てるように練習してみましょう。最後のトレーニングは、今回習ったインサイド、インステップ、2つのボレーキックを使ったシュート練習だ。かっこよくボレーシュートを決めよう。それでは、スタート。まずインサイドからね、いきます。しっかりボール見てね。はい、そうそうそう、ちょっと今スネア取ったね。しっかりボール見てインサイドになってる。そう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 。はい、ハルハル、もう一回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 。今度はパスと違ってシュートだから思いっきり振ろうとしてるけど、同じね、パス、友達にパスするでしょ、ゴールにパスするように。思いっきり振らなくていいからね。そう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 、はい、そうそう、いいよ、対応良くなってるね。はい、そうそう、 OK。 で、今度インステップね。今インサイドやったらと一緒ね。今度はしっかり足を伸ばしていくよ。はい、おう、そう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 、はい、そうそう。みんなどうだった？飛んでくるボールをタイミングよくヘディングしたり、ボレーキックで合わせるのは難しいけれど、できるようになれば試合で役立つとても大きな武器になるよ。たくさん練習して身につけようね。サッカーで一番楽しいのはやっぱりゴールを決めることです。すべての練習はゴールを決めるためにあると言ってもいいと思います。みんなもたくさんシュートの練習をしてゴールを目指してください。